褐色の肌を持つ者が女将軍の首を落とさんと白と黒二本の剣をまるで秘書将軍みたい。秘書将軍ならよく知ってるよ。知ってるって？彼女の活躍は有名だからね。例えばとある戦いで短期で敵を全滅させたとか、一撃で100人は吹っ飛んだんだって。いや、1000人？ううん、1万人だったかも。あれ？無事でいられる者はいなかった。でも、母さんの話だと。こっちにはフォロワーからの情報があるんだから。獣のような姿で稲妻のように駆ける。秘書将軍は廃墟の中で一喝した。そなたが私の主か？絶対嘘。女将軍の唇が動く。もっとすごいのもあるんだから。ねえ、ラフの将軍府がどこにあるか知ってる？とんでもないマスターに引き当てられたもの。